なあなみんな、最近ジョジョ読んでて思ったんだけどさ、3部のザ・ワールドってかなり強いスタンドじゃん。で、ザ・ワールドの何がヤバいって、あの性能で射程距離が10メートルあることなんだよな。確かに、ほぼ同じ性能のスタープラチナも射程は2メートルだからな。射程距離 C とかいう大嘘。ランクならスタープラチナと同じだからな、どこが C なんだよ。肉体がディオならどんだけ強かったんだろうな。時間停止5分、射程50メートルぐらいいけそう。最終的にはいつまでも止めれるようになってたらしいで、まあその前にスタープラチナに負けちゃったけど。てか、エメラルドスプラッシュくらいなら素手で余裕でさばける本体もやばいけどな。本体は確かにやばいな。停止時間9秒もあれば何百メートルも先から駆け寄ってきてワンパンされそう。本体もスタンドも最強ってチートだな。性格以外は完璧な男。時を止めるというチート技を持ちながら、攻撃が本体によるナイフ投げってのが最高にディオっぽいんだよな。殴りに行くとスタプラで殴り返される可能性もあるからな。ディオなりの安全策だろ。ディオ様はとても慎重なんだよ。しかもポルナレフをびっくりさせるためにわざわざ階段から下ろすからな。お茶目すぎるだろ。というかそもそもなぜディオがスタンド使えるんだ。波紋使ったら吸血鬼は肉体が崩壊してしまうんじゃなかったか。スタンドと表記してるだけで波紋パワーとは別物なんやろ。初期のザ・ワールドは他の能力全部だったという風潮。名前もワールド21だったし、最初はそうだったんだろ。ワールドが全能力やったとしても、ジョー太郎たちはそれらに全勝してきてるわけやから、余裕で勝てるんじゃね。ボコりまくった後、エボニーデビルトが発動されたら一気に逆転されそう。ジャスティスとタワーオブグレーのコンボもヤバい気がする。スタプラには力負けしてるし、ワールドもパワーではそこまで強くないやろ。スタプラに力負けしたらそんなでもないとか言い出したら、ほとんどのスタンドが大したことないってなるだろう。あと、ジョー太郎がガチギレする前はディオのパワーが上回ってたぞ。スタプラは作中で最強と明言されてるけど、初見狩りの能力がいっぱいあるせいで最強感あんまりないんだよな。4部のネズミに死ぬほど手こずったのはどうかと思う。あのネズミはその辺の人間スタンド使いより頭いいやろ。華経院が命と引き換えに見破った時止めを普通に見破ってるからな。ジョー太郎の何が怖いってスタンドよりあの洞察力や判断力なんだよな。スタプラがザ・ワールドより強いってよりジョー太郎がディオより強いって感じやな。まあその分スタプラは射程が2メートルとかなり短いからな。射程距離が極端に短いと他の能力が強すぎてもある程度は許される感あるな。それの極みがスタープラチナだよな。最強無敵のスタープラチナは伊達じゃないってことか。